戦略16ターン。今回はティターンズ本拠地グリプス2に進行します。我が軍はこれよりグリプス2制圧作戦を発動する。残党狩りと称し我らの同胞を死に追いやったティターンズに今こそ復讐を果たすのだ。諸君らの健闘に期待する。エウゴトの抗争によって疲弊したティターンズは本拠地グリプス2に戦力を結集し最後の抵抗を試みようとしていた。追い詰められたティターンズはグリプス2のコロニーレーザー砲を切り札として一大反攻作戦を狙う。ハマンはティターンズを打倒し宇宙の覇権を手にすることができるのか。ティターンズはハマンを撃退し再び宇宙を手にすることができるのか。地球圏は固唾を飲んで死闘の行方を見守るのであった。ティターンズがグリプス2のコロニーレーザーを使う前に部隊を派遣してこれを奪取してはいかがでしょうか。コロニーレーザーを獲得できれば今後の戦闘を優位に進めることができます。今回はエウゴと同盟しないルートなわけなんですけど、まあ、数少ないというよりもただ一つのメリットとしてコロニーレーザーのダッシュで少し有利です。了解しました。コロニーレーザーダッシュのため部隊を派遣します。まあ、コロニーレーザーで、まあ、やや有利になるんだけど、まあ、元々の数、まあ、60部隊後半ぐらいの数なるってことですよね。まあ、かなり手強いと見ていいかなという状況ですね。で対エウゴ戦のことも念頭に置きながらやっていかないといけないかなという感じですね。まあ大体宇宙のエウゴの総数から防衛部隊を差し引くと 2,30 部隊くらいあるという感じですね。サイト6から宇宙に進行される可能性があるので気をつけたいということです。部隊数は大体我が軍とティターンズが同じくらいですね。モビルスーツの数は負けてますね。まあ我が軍は42部隊ってなってますけどモビルスーツが、まあ、全部が来てるわけじゃないのでね、まあ、という感じですね。で、エウゴは245部隊あります。まあ、大部分が地上にいるので、今は関係ないですけどね。さあ、今回はじっくりとやっていきましょう。はい、48対67。敵エリアに侵入しました。攻略戦を開始します。敵部隊の編成チェックを入れる。これがジュピトリス、ドゴスギア、サラミスが2隻、 HLV が2隻、最高難マーク2がついに出ました。ニュータイプが乗ってるかどうかで全然脅威度は変わってきますね。あとはこれがバウンドドックですね。これもそうだね。まあ、とりあえずエースが乗っているという前提で対処したいかなと思います。で、あとは大量の量産機、特にガブスレが2部隊見ますけど、これは危険ですね。さあ、ではやっていこう。またね、ビグザムを配置していこうかなと思います。で、基本的には1部隊だけ残して、このターンは退却することになるので、それを念頭に置いて配置していくということですね。敵は戦略ライン外ではなくて、こう直進してくるので、今回はね。だから、この戦略ラインよりは右にやはり配置するんだけど、ここにですね、ドロスを配置します。で、ここから2ヘクスの位置にビグザムを置きます。ここから2ヘクスですね。だからこういう風に、で、ドロスをここに置いておくと、これで一旦退却できるね。さあ、どんな感じかな。基本的にはあの艦船の方に向かってくるので、それを念頭に置いてますね。まずは索敵とおとりのためにノイジル置きました。これはボルノクサマンと2部隊目はギャプランモビラーマン。みんなよくはしゃぐ。さあ、どの程度かな。そんなに大したことなさそうだね。あ、でもパイロットいそうだね。あ、でも倒した。あ、よくやった。さあ、では
初手で砲撃できるんだが、少し待とう。敵が近接するまでね。あ、さらにボリューム様いますね。なるほど、なるほど。じゃあ、ここに、こういう風にしようか。さらに散布します。世界の都合というものを洞察できない愚か者は排除するだけだ。さあ、どんな感じかな。いける？やったー。いいぞ、幸先いいんじゃないか。私は空の力を手にしたのだ。引力に魂を惹かれた者など恐れるに足りん。さあ、敵部隊の移動。このターンの移動は結構重要ですね。うん、コムさえ撃つだけだね。報告します。我々の部隊がコロニーレーザーを制圧しました。これよりティターンズ部隊に向けて発射します。さあ、どうですかね、コロニーレーザーの実力は。コロニーレーザーによりティターンズ部隊が甚大な被害を受けました。お、なんかこの辺にいたやつらが感染が軒並みいなくなったか。なるほど、なるほど。なるほどね。よしよし、じゃあ小作敵をする。なんかラムサスがこれか。なるほどね。よし、じゃあ砲撃をかけていきます。まあ、前回言った通り、量産機をどれだけ倒せるかに砲撃の成果がかかってくるかな。ここに置いて、ここに置いて、これでこう孤立するね。そこ近接してみるか。こうだな。そこ 10% あるから。じゃあ、ここ散布。俺の力、見せてやるぞ。うん、近づいてくるな。まあ一応念のため可能な限り散歩しました。あ、大丈夫だ。楽勝だ。扱いやすい連中だったな。俗物め、私に歯向かうとはな。無礼を許すわけにはいかない。落ちろ。敵部隊に射程2の、まあ、強力なユニットは結構いるので狙われるように、射程に狙われるように浜を配置してあります。まあ多少良かったね。行きがけのついでの土産だ。撃たせてもらう。さあ、じゃあビグザーの砲撃キット。さあ、どこまでやってくれるのか。お手紙を拝見させてもらう。パラサーテにいるけど、またシロッコいるかな。まあ、2ターン前に倒したわけだからね。ああ、体が熱い。燃えるんだよ。うん、ハンバラビア来るか。近づか。なんて戦い方を。バカにするな。さあ、ラムサス対イリア。まあ、格闘で落ち、あ、で、待って待って待って。2体目が。はぁ、ちょっとこれバウンドドッグ、誰か乗ってるのかな？どうだろう。よし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 、いいぞ。しのいだしのいだ。あ、ボリューム様が倒した。よし、よくイリア持ってくれた。じゃ、ここで作敵。なるほど、バウンドドッグ、ジェルドか。これは手強い。うまくいくかな。ハマーにやっぱり相手してもらうっていうのはいいんじゃないかな。前回と同じような感じで。さすがイリアはちょっと耐久低いんで、このターン回復ですね。で、これ砲撃をしていく。さあ、これどうかな。少しやってくれる。あ、一気やってくれました、ハイザックを。世界の都合というものを洞察できない愚か者は排除するだけだ。さあ、ここどうかな。
これはわざと時間させていけるかな。ダメか。さすが行ってこい。あと少しだ。拝見させてもらう。今回はバウンドドッグが一番脅威か。ここは二重に今回撃ってる。久しぶりにゾクゾクする。それ。まあ敵部隊を減らすという観点から言うとこれが一番いいのかなっていうね。行きがけのついでの土産だ。撃たせてもらう。で、このターンここでしのいで退却します。ここ大丈夫かな。まあ大丈夫だろうけど、ジェルズだからね。でバンドとかの格闘は多分ガザシーハマーンと同じくらいじゃないか。あ、全然大丈夫です。さあでは一部隊だけ残して引き上げます。アリアスモモのビクザムがいいかな。砲撃できますけど砲撃はなしで引き上げたいと思います。で、ここか見ときますか。あ、まあいい感じじゃないかなと思います。戦闘を中断します。報告します。木星戦団より我が軍に対し資源が提供されました。これで今のがアライメントが7割になったという 70% あるというそういう合図ですね。これ重要。さあではもう一回進行しようではないか。このターンは初手で包囲できます。まあ、そういう風にしました。まあ、とりあえず砲撃は初手で行います。ここもビクサムか。じゃあこれもこれこっちがいいかな。ここなんかガブスレたくさんいるんでやろう。ここ索敵したいですね。うん、なるほどね。あとはこのビクザマ移動させようかな。ここは近接して倒そう。ここは反撃さそうぞ。ハイザックカスタム、あとバウンドトックですね。そこなんとかしないと。強いスタックを向かせる。あとこれだ。それサイコガンダムだから索敵できないか。まあとりあえず物資は減らそう。あとはノード的にはここは 55% あるね。これ 25% か。そこは中心狙いしようか。ここか。ここから撃つ。浜はやはりグアダンですね。グアダンが安定すると思う。どっか狙おう。高機動ヘイズル。さあどうかな。俺はプロだ。必ず仕留めてみせる。このターン重要だよ。まあ、とりあえずガタシーを近接させるのは確実に勝てるだけですよね。なるべくね。脆いからね。落ちるとき落ちるから。楽勝だ。扱いやすい連中だったな。そこまかと動き上がって逃がさんぞ。まあ、確実に数を減らしていく。敵の布陣の弱いところを逃がさんと言ったはずだ。あの世へ行け。まあ、強点を避けて弱点を打つ、あるいは弱点を避けて強点を狙うっていう時もあるけど、まあ、そういう、こう切り替えですよね。結構重要ですよね、そういうのは。ああ、体が熱い。燃えるんだよ。さあバンドドッグ打ち返してくる。どんな感じかな。とりあえずこれ絶対倒したいから。もちろん好都合かもしれないから。よしよしよし、いいぞ。
ラカン結構下手。当たり前だ。猫目のキャラがやられるわけないだろう。疲労を加える。これ狙撃してますね。ここまでやってくれるか、まあちょっとやってくれましたね。こういう積み重ね、ここも武士減らして疲労を加えると。我々の力をその目に焼き付けるがよい。どうですかね、高機動兵勢できるのか。いけそう、やったー。さすがハマー様。私は空の力を手にしたのだ。引力に魂を惹かれた者など恐れるに足りん。で、敵の戦略ラインわざと切らなかった。なのでサッカンダムが来るじゃないか撃たせてもらうと思ってるんだけど、サッカンダムを釣るためにわざと開けました。砲撃もそれなりに戦果出したんじゃないかな。うん、どんな感じかな。なるほど、クワダン狙われている。むしろ高速ですね。見ておくか。まあ大丈夫でしょう。さあここ砲撃やっちゃおう。まあとりあえずサイクアダムをいい感じのところに釣ったんでやろうか。ラカンもさすがに危ないんで、で、ここ見直すき 0% か。アイザックがこっち来ているからうまく連携を取らせるか。ここに置こう。ここで散布。なんか敵のヘクスにもかかっちゃうけど、まあとりあえずサイクアダムのとこには行かないんで、まあいいかな。ハマーンを乗り返します。ここ隊列、ハマーン、どっちがいいかな。オーギュストキャラにしようか。耐久の高いものを一番しました。倒しきれないときはダメージを受けることになるからね。格闘で倒すよ。これ反撃させてますね。なるべく打ってますけど若干濃度があるので、思ったかいけましたね。よかったよかった、結構倒した。悪くない。エサーラのスタックを打つ。ハイザッカスも倒す。我々の力をその目に焼き付けるがよい。あ、これだよね、反撃してこないな。なるほど、これちょっと倒しきれないと思います多分ね。まあでも格闘で殴られることが絶対ないので、もう多分ね、まあ有利かなと思いますけど、何回か殴られると倒しそうもないな。うん、ちょっと残っちまった。まあまだチャンスはある。祖国の名誉、同胞の誇り。うん、ヘイゼル倒してくれた。反撃を誘う。半分まで減らしたな。砲撃が行く。やったー。いけるかな。まあ、着実に数を減らしていく。ラムサスにダメージを。結構減らしたけどね。よしよしやってやった。俺の見通しが間違ってたのか。結構苦しい射撃だったね、まだ。私の攻撃からは逃れることはできないんだよ。さあここだね。格闘まで持ち込んでしまうわけ。やってくれ。よしよし。通常プレイヤーとズサブスターぶつけるだけなのに。言ったはずだ。すげえ苦労している。私からは逃れられないのだよ。あとハンブラビを倒す。これであと真ん中だけになるはず。ちょっと残った。ちょっと逃したくないぞそれ。大丈夫かな。いやーダメだ、逃げちま
こんなところで朽ち果てる己の身を呪うがよい。一部隊な、残っちゃったな。すっごいとこまで逃げちゃったな。あー、これで俗物め倒してすっきり終わらったらよかったんだけど。こんなところで朽ち果てる己の身を呪うがよい。もう少しでこの男性やつだったな。戦闘を中断します。惜しかった。報告します。ティターンズ本拠地グリプス2の制圧に成功しました。ティターンズは滅亡です。ティターンズとの交渉によってエウーゴは疲弊しています。今エウーゴに対して全面攻勢をかければ地球圏は我らアクシズのものとなるはずです。これ脳に選ぶと特別勝利史実でゲームが終わってしまいますので、イエス。確かにエウーゴを打倒する好機が来ているようだな。至急作戦の立案に当たれ。了解しました。報告します。ティターンズとの戦いでエウーゴのコロニー防衛隊が手薄になっているようです。サイド5攻略作戦を提案します。コロニー派遣部隊のマシュマーセロより報告が入りました。サイド1シャングリラでエウーゴのアーガマと接触したとのことです。アーガマはエウーゴの中心部隊です。マシュマーでは荷が重いのではないでしょうか。マシュマーに情をかけると誰も幸せにならない。やつは見捨てるのが一番いい選択肢ですね。いや、マシュマーには十分な戦力を渡してある。これ以上の戦力を割くわけにはいかん。了解しました。マシュマーにはアーガマの追撃を行わせます。ハマン様、ティターンズの強化人間に関する情報を入手しました。これをもとに研究を継続することで我が軍でも強化人間の利用が可能になります。強化人間研究計画を提案します。はい、ティターンズを倒しました。で、ハンマハンマがね合流してきました。配属ハマン様がゼータからダブルゼータ仕様にクラスチェンジしましたね。ってことでハンマハンマハンマー様として運用していこうではないか。はい、じゃあ今回はここで終わりします。ご視聴ありがとうございました。